ブラックとは何を指すのか今回の動画はブラクに関する噂話や童話に関する言説を紹介そもそもブラック問題のブラクとは何を指すのだろうか本来は集落や地区という意味で現在でも田舎に行けば使用されている明治から昭和初期にかけて特殊ブラク あるいは催眠部落といった言葉が使われていた特殊部落は他の部落と比べて特殊な部落という意味で催眠部落は近民の割合が多い部落という意味で使われた当時は行政用語として使用されており差別用語だと言われるようになったのは近年である民間の部落解放運動団体では非差別部落未解放部落など 複数の呼び名が使われてさまざまな呼ばれ方をした部落に関する問題を指す用語が「部落問題」という言葉として定着することになった「童話地区」とは「童話問題」は部落問題と同じ意味の戦中から使われる行政用語である。「部落」とはどこのことを指すかというと明確な定義はなく「得た」「否認」と呼ばれた「 江戸時代の被差別身分選民による集落が部落とされ1969年に同体法という法律が制定された際に行政によってその地域が同和地区と指定されたある地域が部落と言えるのか歴史学的に明確でない場合もあり歴史学者が部落だと言っても党の住民が否定することもあるし行政によって 童話地区に指定されなかったケースもある和地区として指定された地域であっても詳しく歴史を調べてみると本当に部落と言えるのかわからない場合もある例えば静岡県にあるとある地域は民間陰苗寺と呼ばれる宗教者を起源とする村であり得た否認とは関係ないまた三重県のとある場所は ブラ部ク調査という本には掲載されているものの戦国時代の「最下党」と呼ばれる地侍を起源としていることが分かり住民はブラクであることを否定している誰がブラク民なのかブラク民とは誰なのかということはブラクはどこかという問題以上に曖昧だ典型的な例は江戸時代の得た否認に由来するブラクがあるが 人の移動が発生するとどうなるのか他地域から移住してきた人がブラクの自治会に入るとブラク民になるのかブラクに住んでいても自治会から脱退した場合はどう扱うのかまた場所を基準にするか血統を基準にするか江戸時代からブラクに住んでいる人が村を出ていきそこで生まれた子供はブラク民なのかしかし 血統を調べることは不可能だ道徳法では住んでいる場所の住民が童話地区の対象であるが実際は住んでいる場所と得た否認の血統を持つとされる人が童話対策の対象となった。部落はどのようなところか。一般的な答えはなく分類も難しい。歴史書に「得た村」と記載があっても。 その後部落として扱われた形跡がない地域もあるまた開発と都市化によりほとんど形跡がなくなったものもあるまた童話地区であるにもかかわらず童話地区と指定されなかった未指定地区と呼ばれるところもある理由は様々で行政に頼ることを住民のプライドが許さなかった住民が裕福なので事業を受ける必要がない 事業を受けることで部落ということが広まることを嫌ったといったことが考えられる同和事業は部落解放団体もその部落に影響を及ぼし公営住宅には支部の掲示物があったり2世帯がついになった二個一式の公営住宅が立ち並んでいる部落には林保館人権センターと呼ばれる行政の施設があったり ブラク解放同盟の支部があることが多い。全国に数千単位はあるとされ、西日本を中心に存在する。憲法で法の下の平等、居住移転の自由が定められているので、そこに住むのも出ていくのも自由だ。ブラクにまつわる言説、ブラク民は税金を払わない。一部の地域において事実だ。 同和地区に指定された部落では土地や建物にかかる固定資産税が免除あるいは減額されることがある。持ち家の場合、年に数十万円の固定資産税を地区指定により払わなくてよいということが実際にあった。この制度は市町村ごとで行われ全国一律ではなくあった地域となかった地域がある。 現在ではこの制度は廃止されているところが多くごく一部残されている自治体がある部落には肉屋が多い一部の部落の主要産業が食肉産業だったためそう言われることがあるが全ての部落が食肉業に関わっていたわけではない歴史的には農業やその他の雑業が圧倒的に多く 近代以降は農家の新事業として養豚が流行った時期があり部落とは関係ない食肉業者も多くある伝統的に食肉が主要産業となっている部落がいくつかあること近世において殺傷を伴う仕事は得たの仕事だと見なされていたことから肉屋といえば部落という印象につながったと考えられるブラク民は集団で押しかける 1922年にブラック解放運動団体である全国水平社が結成されて言われるようになったと考えられる。一人一人は弱くても集団となれば当然強くなるわけでこれはブラック解放運動に限らず労働運動にも共通する。戦後のブラック解放運動においてもこれはブラック解放同盟はこの考えを引き継いだ。 ブラック解放団体がこのやり方を支持していたわけではない本来団結権は弱者が国や自治体や大企業などの権力者に立ち向かう手段であるがブラック解放同盟においては球団という形で個人や企業がターゲットになりそれがブラックは怖いという認識を抱かせることになったブラックにはヤクザが多い 根拠ブラクミンは貧しさゆえにヤクザになるしかなかったという要素はあるがあくまで貧しさゆえに暴力団になるのであってブラクミンであるゆえに暴力団になるわけではない。ブラクミンが全て貧しかったわけではなく一部の貧しいブラクミンが暴力団になったことと童話事業により 多額の予算がブラックに投入され、それに絡む利権をめぐって反社会的勢力がうごめいていたこと、さらに社会活動を標榜して企業や行政を脅す手段として童話が利用されていることが要因と考えられる。暴力団関係者が童話団体を標榜し、エセ童話を行ったのも事実だ。ブラック民は人種が違う。 現在では否定されている説だ部落の起源は様々で古いものであれば古代の古墳の墓森に由来するものから洪水や飢饉の避難民企画産業や犯罪の取り締まりに従事していたといった職業的なものもあるその中で朝鮮半島から連れてきた捕虜が起源だといったものもあるが根拠はない大陸からの渡来人は 陶芸などの技術を持っているために重用されたり町人になったりと当時の社会の中に組み込まれていったためいやしい目で見られることはなかった江戸時代でさえ意外に身分は流動的で部落特有の血筋というものはなかった戸籍で部落民がわかる現在でもよく言われるが少なくとも現行の戸籍には部落民などは書かれていない 明治初期の戸籍には新平民であるとか、得たといった部落を意味するような記載があったと言われるが、そのようなものは0.1%にも満たないレアケースだったといわれる。本籍地でわかるとも言われるが、本籍地はどこでも動かすことができ、何のゆかりもない本籍地が置かれたままの人も珍しくない。また出生地は 物理的な出生場所を示すもので病院や旅行先出稼ぎ先のこともあり根拠はない以上が部落にまつわる言説迷信だ鵜主が学生時代に得た否認の身分制度は江戸時代に作られたと学校で教わったが実際は古代から存在しはっきりしない時の権力から迫害されたとも 一方的に職業を決められたとも習ったが実際は何らかの理由で自分たちから村を離れ人が住まないようなところへ移住したものもあるようだなお戦後の朝鮮半島出身者たちの朝鮮部落は童話問題とは別なので今回の動画では説明を省いたさて今回の動画で皆さんはどう感じただろうかぜひコメント欄に感想をお書きください ぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。